わあ、こんばんは。セイゴー&ブレン。ブレン。でござる。ござる。で、よかったね。この間の前回の動画はプレミア動画しっかりとできてたみたいなんで。見るとチャットちょっと。来てくれた方たちみんなありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。ね。ってことで、まあ日本にも帰ること決まったし、まあまだいろいろ準備段階だけど、オフ会もするかもしれないし、あと岡山とかにも飛ぶので。はい。楽しみ、あ、飛ぶってかバスで行くけど、まあ楽しみにしていてください。そういう情報とかも随時なんか分かり次第ねアップしていくので、なんかねそうアップしていくので、 SNS とかそちらの方のフォロー、インスタ、ツイッターとか、あとチャンネル登録、コメントとか高評価の方もぜひしてってもらえると嬉しいかなと思います。お願いします。先日っていうか、もう2月の4日が自分の誕生日だったんですけど、ブレンのおばさんから郵便でマニマニが届きました。なので今回はこれをそう、なので今日はこれをまあ使って、まあちょっとあるとこに行きたいなと、思ってますので、皆さん一緒に行ってみよう。破れてるね。これアメリカの20ドル札で、あ、人の顔だよこれ、写って、あー、なんで近いって近いか、そうってことで、これを使って今日は休日を過ごしたいと思います。スピンはスピン、お何その最後の決めポーズ、自分なりにやった。あー、オリジナルイズベストだね。俺のが流行るかな。本家だからね。で、今日はなんだっけ、その2000円を使う前に、まずはもうお昼ご飯だよね。もうお昼になっちゃうの。もう2000円を使う前に今日お昼ご飯をこれから食べに行くので、うん、その様子もちょっと撮ろうね。もう1時そうだよね、もう行こう行こう、うん、オッケー、行こう行こう、お腹すいた、よし。お腹空いてますか、ブレンさん。空いてます。食べましょうか、朝ごはん。もう1時半だけど、お昼ごはん、お昼ごはんだ。シティエッグ、シティエッグに来ました。来ました。そう、ここ何回目、3回目ぐらいだよね。なんかご飯、朝ごはん食べに来たりとかしたよね。ポゼト来て、その後来て、今日来た。ここ自分で注文するんだよね。可愛くない、カウンターがエッグ。ドリンク？うん。ジュース。ジュースがいい。いらないよ。ジュース。シーバス。オレンジペーパーピッチライン。クリーンする？しようかな。卵の種類でも白身オンリーと黄身オンリーとか、ね、これミディアムとか。黄身じゃない。これスカンブル。あ、スカンブルか。でもこれホワイトオンリー。そうだね、ノエ、これがいいかな、いいんじゃない、ね、卵の色が気持ちいい。味に出てくる飲み物とか。で、ギャッコーマンがいるよ。本当、うん、見えない、見えない。来たよ。美味しそう、美味しそうね。1分ぐらい近くね。結構多いね。美味しそう。これがブレンドで、これがセイゴのダース。美味しそう。コーヒー。美味しい。いただこう。いただきます。おお、卵がちゃんと半熟。うん、ソーセージも入ってるしさ、ハッシュドポテトが今日ね食べたくてこれ注文した。
あとフルーツも選べました。いっぱいいろんな種類が入ってる。安い。でもこれで800円ぐらいかな、この量で。ブレンのやつも800円ぐらい、うん、結構な量だね。これね、朝来た時さ、朝からこの量って結構きついからいつも持って帰るけど、今日は昼だから多分全部食べれそう、ね、今食べかけだけど、これお皿もね、卵の形しててかわいい、ね、真ん中の椅子が白で、脇にある椅子が黄色。卵だったら逆じゃん。確かに近い。辛い。これがいい？これがいい？いいよいいよ。逆そうだけど確かにね、卵だったら外が白じゃなきゃダメだ。ブレンデザイナーになる。そろそろ行きますか。いや、ね、いいよ、行こうか。これから動画の最初の方に言った私の2000円を使ってミッションを、ミッションを、まあ、でも達成しないと2000円以内じゃなきゃダメかな。まあ2000円、まあ、2000円でもいい。そう、2000円台か、まあ、そこら辺の服を買おうかなと思ってます。はい、はい、ってことで、じゃあある場所に今から行きます。行きます。レッツゴーゴー。マーシャルズ、マーシャルズだよ、マーシャルズ。 OK、 成功。バースデーが続くね。そうだよ、バースデーは1週間続くか、俺の。これを使ってお買い物。ここでも本当にいろいろあるんだよね。そうだよ、安くて。日本でいうと どんな感じだろう。日本でいうとブックオフ。いや、ブックオフだって古着じゃん。古着、あ、そっか、でもこれ古着じゃないのか。そうだね、ドラゴンボールのパーカーと。ポラロイド、かわいいね。ね、これかわいくないのか。ポラロイド3、4、5、6種類。ポラロイドだからね。カラーじゃないけど、いくらいくら。2000円ちょうど。1990円。覚えたか。これかわいいね。でもかわいいじゃん。そうで、何に似合いそう。これキープキープ。最近なんかめっちゃ日本語書いてあるの見るんだよね。見て、ウェーブに乗る。波に乗るでしょ。ウェーブに乗る。ニンテンドー、ニンテンドー。プレイステーション、あ、これよく見る。プレイステーション、これもかわいいね。かわいいね。これにしようかな。え、でもなんか L なんかでかくない？これでかくない？え、でもいいです、いいでかさだと思う。だってこれとこの細いズボンはかわいいと思う。そうだけどさ、 L にさ、すごいなんか幅広いなと思う。え、そう？ほら、ね、ここら辺めっちゃなんかチープ感。まあだってチープだもん。でもこっち結構しっかりしてる。ほんまや。ね、白がいいかも。ナサもあった。俺が着てるやつ。出た。ナサ。ニベア。じゃあこれ夏に、ね、夏のために買おうか。国旗かわいいね、でもこれ。ね、ドラゴンボール多いね。パンツコーナー。おー、安い。でかっ。ね、スパイダーかわいい、サメのやつ。ほんと、それ見てたけどね。かわいくない？うん、かわいいと思ったけど。これにしようかな。決めた？最初見たやつだね。一番最初に目についたやつ。1900円で、袖がかわいいじゃない。ね、ちょっとかわいい、かわいい。ポラロイド。なんかね、バッグとかも見たけど、まあんましいいのがなくて、今回はこれだけ。ぴったし2000円以内。まあ税込み入れるとね、ちょっと2000超えるけど、まあね。でもそれでも1990円で買いました。多分22ドルぐらい使うかな。ミッションなんていう、失敗、失敗、ミッション失敗。でもこれは見て、19ドル99セント、ミッション達成。うん。消費税は含めません。最近ね、なんかもうお金全部をさ、分かるようになったんだよ。最初ダメだったよね。そうだけど、最近なんか働いててもなんかそのコインで、あ、これ間違ってるって、なんかコイン数えてお客さんにちゃんと渡せるようになった。
よかったね、おめでとう。そう、やっと最初大変だったね。帰ってきました。会いたい。 You deserve it. Oh, I'm sorry. Oh, baby. ひどいじゃん。ほら、今撮ったからこれカットしないからね。ブレンが暴力してるシーン。じゃあキスしてあげるから。OK。ってことで、なぜハセミを持ってるかというと、何も言ってないからね。でも目が怖い。じゃじゃーん。さっき買ってきた服でーす。最初にこれいいかなって言ったやつ買っちゃったね。もう買っちゃった。かわいいじゃん。ね、これ大好き。ってことでタグを切りたいと思います。と思っちゃうの？と思っちゃいます。綺麗に切りました。イエイ。ブレンも好き。着替えちゃえば。好きだよ。でも白いから怖い。ね、なんか。じゃあ、うん、1、2のポンで新しい服になろうかな。うん。いくよ。着替えるよ。せーの。ほっ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。どう？かわいいじゃん。腕見して。うん。カラフルだね。安かったこれ2000円だなんて信じられません。そういろいろなんかトミーとかパーカー何円だったあれ3000円。いろいろね、本当にブランド物とか結構掘り出し物がたくさんあるから、上手に買い物すれば多分いい買い物になるんじゃない、と、うん、いうことで今日の動画は終わりです。終わります。ってことで、もしこの動画面白いと思ったら高評価のほうとチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローと全部概要欄のチェック、全部概要欄に載ってあるのでチェックしてください。チェック。あとはショールームとかそのアプリの方のチェックの方もお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょ う。バイバイ。お昼寝タイム。バイバイ。